叩くのだ。さあ参ろうぞ。 三国武装だ。
定まった。敵の足場を崩し戦意を損。進路は確保した。生徒への道、もはや阻むものはない。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。造作もない。俺を嫌う者らの悔しがる顔が浮かぶな。おお、いい戦ぶりだ。この砦には兵器がワンサとある。ここを落とせば生徒攻略が楽になるぜ。この兵器は生徒防衛の要。壊させるわけにはいかない。この兵器を壊せるものか。返り討ちにしてやら。我が軍に勝ち目はない。これ以上劉将様には付き合え。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。よし、ここで防御体勢を取るのだ。生徒攻略が楽になるな。敵将、打ち取った。造作もない。俺を嫌う者らの悔しがる顔が浮かぶな。なんて堂々とした戦ぶり。とても頼もしい。生徒発作に同族を攻めるとは、劉備め、恥を知れい。将兵も願えた。これ以上は抗えぬ。この戦況を覆せるとは思わぬ。かくなる上は潔く降伏しよう。劉将殿、よくぞご決断下された。皆武器を収めよ。生徒はこれより劉玄徳が治める。あとは生徒を落とすだけだな。行くぜ。上
めらもしっかりついてこい。もはやこうなっては勝ち。ここまで追い詰めなければ降伏も選択でき、真に国を思うのであればもっと早く決断できたはずだ。その決断の鈍さが配下の心を失う。もうよい、ホセ。それでも民を思い決断してくれたのだ。劉将殿、私はその思いを無駄にはしない。益州の民、必ずや守りきってみせよ。孔明様、益州制圧、ついに天下三分の形が見えてきたのですね。ええ、次は急ぎ益州の内政を整え。皆さん、何を焦ってるんです。いくら曹操でも人の性には限りがあります。漢王朝は400年続き乱れました。それを劉備殿一代で立て直そうというのです。劉備殿が決起されてからすでに時間が多くないのは、俺やあなた、関羽殿や張飛殿、もちろんいつ何が起きてもおかしくない時代。お二人とも、我らは益州を得、何も今そのような不吉な話をせずともよいのでは。さあ参りましょう。劉備殿、宝刀が戦の中で焼き傷を受け。なんだと、宝刀、なんということだ。敵は宝刀を劉備殿、おそらくは、あの時私が馬を貸していなければ。彼がいなくなったことは、ですがここで我ら。分かっている、宝刀、見ていてくれ。